どうもはじめまして、風来坊A丸と申します。私が生まれたのは昭和47年7月12日。これは偶然といえば偶然なんですけれども、私が生まれるちょうど1年前の同じ日は、あの画家だった山下清さんが亡くなった日なんですね。ですから知り合いから、おめえひょっとすると山下清の生まれ変わりなんじゃないかなんていうふうに言われますけれども、そんな時私は、ええ、まるで裸の大将なんですよなんていうふうに言い返したりなんします。さあ、夏休みももうそろそろおしまい。お子さんの中には夏休みの宿題を徹夜でやっている子もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私自身も昔夏休みの宿題で読書感想文にかなり苦しめられてきましたけれども、まあ最近ではもう私が、子供だった頃から比べると学校の教育もかなり変わってきているようでございます。さて、昔から千人十色とか千差万別という言葉がございます。これは若者を対象にして言われていることなんでございますけれども、これはお子さんともなるとなおさらのお話でございます。特にですね、お子さんでもですね、こう童話とかおとぎ話とか昔からの言い伝えでも迷信だなんか言ってそっぽを向いてしまうお子さんだっていらっしゃる。これはもういつの時代でもいるわけなんですけれども、しかしそういったお子さんは昔は少なかったんですけども、今はもう大変多くなってきました。そして親子の会話も少ない子もかなり多くなってきました。そんな中、私なんかの場合は親子の会話が非常に多い環境で育ってまいりました。そこで母親と子供でこんなような会話がございます。いいこと、学校の勉強でもわからないことがあったらちゃんと聞くんですよ。うん、分かった。じゃあ、タバコを吸うことを我慢するのを禁煙って言うんでしょ？そうよ。じゃあ、お酒を飲むことを我慢することを禁酒って言うんでしょ？うん、そうよ。じゃあ、肉まん食べることを我慢するのを筋肉まんって言うの？なんていうような会話がございます。さあ、今度は自分の失敗を子供のせいにして世渡りを考えてしまうなんていうおっかさんだっていらっしゃるわけなんですけれども、金坊、何おっかさん、私ね、今日お腹の調子が悪くってね、おならが止まらなくなっちゃったのよ。でさ、今日いつもお世話になっているところにご挨拶に行くんだけれどもね、そこで粗相するわけにはいかないでしょ。だからさ、お前も今日一緒についてきてさ、私がおならをしたらば、お前のせいにするから、その時、謝って。やだよ、おっかさんがおならしてるのに、なんで僕が謝んの？そんなことを言わないで、私がそうするとみっともないでしょ。けれども、お前の顔だったらば、冗談で済まされんだから、ね、お願い。いやかい。じゃあお小遣いあげるから、お小遣いくれんの？いくら？10円。10円じゃ安い。じゃあ100円。100円くれんの？じゃあ行く。そんなわけで100円につられて一緒についてまいります。どうも、いつもお世話になっております。おっかさんが頭を下げてしまったものですから、その拍子にお尻が持ち上がっちゃって一発ブッ。なんですか、この子はおならなんかしちゃって謝んなさい。ごめんなさい。約束をされているから素直に謝る。そうするとしばらくして笑い声とともにもう一発ブッ。なんですか、この子はまたもう一回謝んなさい。そうするとお子さんは、はい、追加料金なんていう船具合で、何でもかんでもうまくはいかないようでございます。さて、お子さん、昔はお子さんが寝つかない時というのはおとぎ話をして寝つかせるなんていうようなことがございました。大変
これも大変いいものでございます。まあ、おとぎ話といいますと、いろいろとございます。例えば、我々が住んでいる神奈川県でも西の方に行きますと、足柄山の金太郎のお話が有名でございます。そして、ところ変わりまして、岡山の方に行きますと、桃太郎のお話が有名でございます。岡山の駅前とか町の中に行きますと、桃太郎のモニュメントがいろいろ点在しております。そして、お話の中でも出てくるきびだんごも、この岡山の町の名家になっております。こういう丸い形をしたお団子なものですから、駄菓子屋さんで売ってるこんなようなきびだんごを持って行ったりなんかしたらば、なんやねん、これ、団子の形をしてないやんけ。大体こんなようなきびだんごだったらば、刀ナイフみたいに親しくて歩かなくちゃあかんねん、なんていうお話になっていってしまうわけなんですね。さて、普通、子供を寝つかせるためのおとぎ話というのは、おっかさんが普通お話をするわけなんですが、お父さんがお話をするとどういうことになるでしょうね。おい、金坊、お前、夜遅くまで起きてんじゃねえだ、早く寝ろ。眠たくねえからって言ってな、夜遅くまで起きてんと、お化けが出るんだぞ。おい、おっかさん、こいつお化けなんか言ったら泣き出しやがった。わかった、わかった。お父さんはな、お前を泣かせようと思って言ったんじゃねえんだ。お前を寝かしつけるために、少し脅かしてやったんだ。悪かった悪かった。じゃあな、お父さんがこれから面白い話をするからな、布団の中に入って寝ながら聞け。うん、何がいいかな。よし、昔々がいいや。昔々な、あるところにおじいさんとおばあさんが暮らしていたんだ。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行ったんだ。そしたら川上からどんぶらこうどんぶらこうと大きな桃が流れてくるんだ。その桃を割ってみると、中から可愛い赤ん坊が出てくるんだい。その赤ん坊がだん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 大きくなって、桃太郎という追子になるんだ。その桃太郎が鬼ヶ島に行って鬼退治に行くっていうんで、おいしいおいしいきびだんごを持たせてやってた。途中、猿と鬼と生地仲間に連れて鬼ヶ島に行って、鬼をさんざんにやっつけて、お宝をどっさり持って帰ってきて、おじいさんとおばさんを喜ばせたんだ。いいか、金坊、おめえもな、大きくなったらば桃太郎みたいに成功になって、お父さんとおっかさんを喜ばせるんだぞ。いいな、金坊。寝ちまったよ。いやー、子供なんて罪ねえや。これは昔のお子さんのお話でございました。けれども今時のお子さんはこうはいかない。おい、金坊、夜遅くまで起きてんじゃねえだ、早く寝ろ。眠くないって言って、早く寝ろって言うんだよ。子供が眠たくないって言ってんだよ。それを早く寝ろだなって言ってさ、そんなせっかちなことは言わないの。おやっさん、お父さんは飲み屋のマスターじゃねえんだ、いいから早く寝ろって言うんだ。早く寝ないとな、お化けが出てくるんだぞ。お化け見てみたい。見てみたいって、おい、怖くねえのか。怖くなくてもいいけどさ、その怖さを具体的に教えて。具体的に、おめえ、お母さんが怒ると怖いよ。それ確かに怖い。まあ、怒りがいいから、お父さんがな、これから面白い話をするからな。何がいいかな。よし、昔々がいいや。お父っつぁん、昔の話をするの？今の話も独にできないのに、そんな無理をすることはないの、おやっさん。だからお父っつぁんは飲み屋のマスターじゃねえんだっていうの。じゃあ、いつの時代のお話？いつの時代って言っちゃった。いつの時代って、昔でいいじゃないか。だってこれ日本のお話でしょ。今は平成、その前は昭和、その前は大正、その前は明治、江戸時代だったら元禄とか安政とかあるでしょ。あ、それでも神様の時代？うるせえな、待ってくれ。神様の時代も何もねえんだよ。お父っつぁんが昔から、子供の自分から昔々って言ってんだよ。昔々あるところにな。あるところってどこ？
うるせえな、まったく。あるところってあるところでいいじゃないか。あるところって言ったって困るでしょ。誰が困るかって言ったら郵便局が困るの。横浜市の何区何丁目何番地っていう風に書くから郵便が届くんじゃない。それをあるところなんて書いたら、まあ、郵便が届かないんじゃない。うっせえな、まったく。郵便のも何も届かない。山奥のずっと山奥でもってな、おじいさんとおばあさんが暮らしてたんだ。おじいさんなんて名前。うっせえな、まったく。お父さんは区役所に来てんじゃないんだ。昔はな、貧乏な人は名前なんかなかったんだよ。お父さん、えらいこと言ったね。そうすると、お父さんは昔名前なかったんだ。うるせえな、まったく。お父さんが生まれたのはこの話ほど昔じゃねえんだよ。昔な、あるところにおじいさんとおばあさんが暮らしていたんだ。おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯に行ったんだ。そうするとな、川上からどんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてくるんだ。その桃を割ってみると、中から可愛い赤桃が出てくるんだ。その赤桃がだんだん大きくなって、桃太郎って抵抗になるんだ。その桃太郎が鬼ヶ島に鬼退治に行くってんで、おいしいおいしいきびだんごを持たせてやってた。途中猿と鬼と生地仲間に連れて鬼ヶ島に行って、鬼を散々やっつけてお宝をどっさりと持って帰ってきて、おじいさんとおばあさんの喜さんね、どうね、面白いだろう、寝ろ。お父さんが話をしていたおとぎ話があまりにもバカバカしいから、神経が高ぶって眠れなくなっちゃった。起きるよ。これはね、桃太郎という世界的にも有名なお話で、昔々って言ってるのはいつの時代かなんか言ったらば渋谷に聞こえちゃうから、どのおとぎ話でも昔々っていうふうに枕言葉で言うようになったので、どこの場所なんかっていうふうに言ったらば、これがまた夢がなくなっちゃうから、子供たちがどこの山なのかな、どこの川なのかな、なんていうふうに想像ができるように物語を大きく設定されているわけで、おじいさんとおばあさんって言ってたでしょ。本当はお父さんとお母さんだったのけれども、お父さんとお母さんというのは子供にしつけで厳しいのだから、いつも腰が曲がっていて、子供に優しい子供に優しくて親しみが持てるように、父をじじ、母をババに変えたわけ。おいおっかさん、ちょっとこいつの話聞いてみようや。でね、桃から赤ん坊が生まれてくるなって言ったでしょ。けれどもそんなことしたら大変だよ。近所の八百屋さんだとか千尾がもう赤ちゃんだらけになっちゃうよ。お中元だとか贈り物に桃を送った日にはさあ大変だ。箱を開けてみたら、だからおぎゃ警察に通報しなくてはいけなくなっちゃうよ。これは桃のように可愛い子供っていうことなの。それで桃太郎っていう名前になったのは、おっかさんの桃と桃の間から生まれてくるから桃太郎っていう名前になったわけ。お前子供のくせしてそんなことをよく知ったんな。でね、おいしいおいしいきびだんごって言ってたでしょ。これはけれどもさ、考えてもみなよ、きびで作ったお団子なんかおいしくないよ。これは贅沢を慎みなさいっていう戒めで、貧乏に耐えましょうっていうことなので、猿と犬とキジって言ってたでしょ。猿は猿知恵、犬は恩を忘れない義理、キジは勇気に例えていたわけだから、知、義、勇、三つを備えかねた人間になりなさいっていうことなの。それから鬼ヶ島なんて言ってたけど、この地球上で鬼ヶ島なんていう島なんかどこにもないよ。あ、お父さん、地球っていう言葉理解できていないみたいだけど、地球っていうのは大きい風船の下にカゴがついてるやつか。それは気球。地球っていうのは今僕たちが住んでる丸い物体で、鬼って言ってたでしょ。これは本当は疫病
伝染病に例えていたわけ。赤鬼青鬼っているでしょ。日本の農園だとかマラリアにかかって顔を真っ赤にして死んでいく人を赤鬼、これらにかかっては真っ青に顔をした真っ青な顔になって死んでいく人を青鬼に例えていたわけで、恐ろしい形相と焼けたたれた肌っていうのはそういう疫病だとか伝染病にかかって死んでいく人の死に際に例えていたわけで、そういう鬼ヶ島っていうのは鬼ヶ島っていうのはそういう疫病だとか伝染病と戦っている島々とか国に例えていたわけで、そういう疫病だとか伝染病と関連に立ち向かっている人たちがいるでしょ。そう、お医者さんなの。だからこの桃太郎っていうお話は野口英世みたいなお医者さんになってお父さんおっかさんを喜ばせるような偉大な人物になりなさいっていうことなの。今や野口英世も千円札に乗るようになったでしょ。これが僕だったからいいけどね、およそでお話をしたりなんかしたらばこれは恥をかくからね。いい？お父さん、お父さん。寝ちまったよ。いやー親なんて罪ねえや。あ、おっかさん、まったくこの子ったらお父さんとは違うとはいえ余計な知識ばっかり身につけちゃって。おっかさんの顔は、おっかさんは頬を膨らませ青筋を立てて顔を真っ赤にして顔の形がまるで桃のよう。